いいね、オドメオッケー。このガシャリは2種類の戦士しかいない。それはレオンかレオン以外だ。うわー、頼むよ。石川森子のトワーチューコーチレオンが欲しいよ。レオン、セリア、セリア来てくれ。マスターセリアよ、マスターセリア。うわー、ふざけんなてめえ。お前誰が、誰が好きで、お前誰が、アートキャッチプリキュアじゃボギー。やめろ、やめてくれ。何が昭和とらてめえよ。このレオ、レオ言える人間の目の前に最後の最後に出てくるのか。お前心ないんか、ハートのくせに。もう嫌い、もうジョアートなんか、お前あれジョアートちゃうから、お前共感寺田アートな。お前まるまるいいんですよ。だってレオよりも今日俺が出たメンバーの方が強いから。見てこのオーレリアンチュアメニオ、こいつどこの選手やと思う。レアルマドリード早かった。しかも今回の周回 MVP の配置を思い出してみ、左上早かった。はい、マジ左上マドリード、はい。能力もすごいぜ、身長187センチという曲に加えてワンパス、スルパー持ちでこのパス能力で、ディフェンス能力、そしてそこそこのスピードで圧倒的ダメージが入った。はい、3本先生で勝者俺で、さらにオメージュミッドフィルダーロベルト・ペレイラ、まあ、能力値に関しては一般的な2列目飛びらしいって感じなんですけれども、逆足6300に加え特殊ダブルタッチスルパー持ちウェイ。こいつは俺を特殊ダブルタッチ大好きっ子に仕立て上げた張本人で、もういわば始祖の特殊ダブルタッチ、まあ、特殊ダブルタッチ界のカルマル、そういう思い出も加味するとレアオンなんてカスカスです。あいつはマジでカスが。で、最後にスティーブ・ベルファイ、こいつに関してはマジでこいつはマジで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 、スルパ持ってっから、あと同じ見取りだらけであるから負けた。ということで、久々に4人1さんのやり方わかんないから、オンラインクイックマッチからやらせてくれ、頼むぜー。あの中の一番の注目株、それが誰かって、チュアメリだよ。まあ、言ったらスピード瞬発を失った代わりに足元数値が高くなったビエラみたいな感じだから、きっといいはず。まあ、ウィニングレベルやったら確かにビエラみたいな人間の方がいいけど、イーフットボールは足元のゲームやからな、チュアメリ天下無双なんじゃね。しかもコメ欄とかでも、チュアメリ使用感良かったですっていうコメントいっぱいありました、かっこいいぞ。まずはお前らはレアを超えれる。まあ、超えてんだけどな、もうすでに。イエス、ライブアップデートの絵はさすがだな、マジで。出やがったねー、おめえぶち壊れた時から俺たち来てんだ。おい、今日は大丈夫だ、全部止めてやれ。全力でホフール。これも最終的に勝った方が強いってことやからな。ベルフワインが抜くぜ、バーカダブルダッチ必要ない。こういうカクカクドリブルあればいいってことを俺はある男から教えてもらった。ロードだからベルキャーブ約束しよう。あ、隣偉いよ、ベルカップボール持って、音音音音音音音さん、ちなみにスルーか、お前ディフェンス値の高さ見せてくれ。リュディガーの穴の方が高いのか。ムバッペ走ってって、この状態ムバッペもうレアオン以上で、中にクロスつけといて、オッケー。コーナーほらね、まあ、結局皆さんお手持ちのムバッペでこういうことはできますから、レアオンなんて必要ないんですね。で、ここコーナーキックは適当に蹴っとけ、こんなもんは。なお、ちなみに大外から思い切ったヘッド、ワンチャンワン。リュディガー前で取ったロベルト・ペレイラ、ボールまたどうする。そう、トップダブルダッチです。この突破力、そしてグンが前に持って関係的な言うか、ピックアップ、シュートだ、すごいぜロベルト・ペレイラー。個性動画も違う、特殊ダブルダッチじゃなくて特殊ロベルト・ペレイラじゃねえか。これ2列目飛び出して、なんかスタミナもそこそこあって、決定力もある、なかなかおらんぞこういうタイプ。ボールも取れちゃったりするんですね。ペレイラ飛んで、やっペーかもしれないけど、チュアメリがいた。そこのフィジカルとボール出し能力の高さ、バッペからチュアメリ一回使って、こっからチュアメリ冷静な、そう、これボール持ってるから、フィジコンがあるから取られません。ロバートソンボール回収からの縦で、チュアメリワンパ持っとるからパスパンパン与えていっていいんですけど、ワンパできてないけど、ここパーン、ナイスパスだけで、スルーパス、ここムーバッペが走、ロベルト・ペレイラだぞ、惜しいぜ。いや、ロベルトはもうカルロスじゃなくてペレイラの時代が来てるってことがあれ、なんか動き出しも良くねえか。ロバートソン取ったな、で前出して隣からパス、こっちベルフワインがカク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 して、隠れ、隠った俺、確定の隠れドリブル、また前だ、スピードある、ドリブルある、他に何が必要だ、くるくる回る力が必要、それも持ってます。ベルファイン合格。ちなみにどうする、ダブルタッチはないか、ルーレットの回る、回る回る、あーしか PK でも最高だよ、言うとボールで俺らは最強。うわ、勝者がだるー、お前いつもレアチャンネル見てくれてありがとうな。ほなーり、ワンパバッペ、これペレイラこれじゃん、そうやんな。うわ、ちゃんとムバペが中入ってきたら、そのスペース埋めとるわ。ペレイラなんで下手くそ自殺するんやん、おい、もったいなすぎる、見ようかよお前。で、こうからは相手の偽物のレアオンではなく、こっちの本物のレアオンを使ってから相手を叩きのめしていきたいと思います。サイド使おうかな、いや中だ。そしてベルフワインがダブルタッチ的なものをやる、的なものではあったが上等ではないけど、そう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 、でメッシからロベルト・ペレイラ使っていきたいんですけど、ペレイラ出てこい、うん、ここでドリブルで一気に抜け、前を見る、特殊ダブルタッチ、またシザーズが、だが抜ける、ペレイラはダブルタッチ、抜ける、シザーズを抜け、抜けない、シザーズが今のところ上位互換になっちゃった。こっちは黒糖か、通りのパスエグくね、狙いすぎだろ、はい、あまりにも愚かすぎて、愚かポイント500マジで、ターンエンド、ちょーっと、お前いい飛び出しじゃねえか、震えるぞ。
ートでも今のところちょこちょこ見えるけど、チュアミルが結構高い人取っとんやな、普通に。セントラルミッド売りだけやから、まあ当たり前っちゃ当たり前だけど、まあ、機動力高いね。ペレラ、取れんのか、チュアミルこれ、コース入られへんのかい、サイド使ってくれる感じで、レオなんて、カスだろ俺ユリガリ一発ワンパイよ、ザコスキマジ肩かな、ほら、キビキ、取れぞナイスほらほら、レオンが関わったことによってボール奪われてますけど、大丈夫ですか隣、ここ、チュアミルどうする、チュアミル位置高くないだからやっぱ、何に言えちゃうとおりでしょ、高いあいつ。ここ、ホイ、で、メッシホイ、で、キビキ使ってホイホイから、行くぞロベルト・ペレラダブダッチ。え、普通ダブダッチ当てる、このペレラすごい、状況によって特殊ダブダッチと普通ダブダッチ使い分けれるんだけど、あいつ すごくねえかそんなことできるんや。ステレオとモラルどっちも行きますよみたいな、そういうゲームだ。競争ないけど。ここはトモリが中切ってナイスなんですけど、ボールが取り切れないところを見るとコントロールカーブが来そうな気がする。あっぶねえ、マジでみんなで守ろう、ジョーハート。あ、オッケーオッケーオッケー、普通のボール入らんて、早いから、ジョーハートの魂の反動、能力値に反映されてないわけ、手じゃなくて心で止めるか、心で止めるから、これなんじゃよ、最強ゴールキーパー確定。じゃあ、また結局で、ジョーハート最強、チュアメニ有能、ロベルト・ペレイラ無敵、ベルフワイン空気、これディビション戦行くねー。これだけ早々たるメンバーが顔を揃えてしまったら、それもディビション戦するしかなくないですか、それが礼儀ってもんじゃないんですか、2位じゃダメなんですか。てか、ロベルト・ペレイラあれマジすごくない、ダブルタッチ普通に出た。ってことで、ドドンドドンドドーン、はい、で、3-2-4-1ナゲットマン、オッケー、食べまーす。3-2-4-1やろ。ってことは、多分サイドをバンバン使ってから、まあ、ムバッペでクロス蹴ってみたいな感じ、てっぺんリバウンド不足になることなら、大体そうなんやって。打ってくるぞ、マジで、君引きカード入っとけ、コース切っとけ、マジ、トウモリやばい言って、危ない。物がハートを傷つけるよな。自己肯定感低いプレイヤーやめてくれ。マジで向こうに弾いてくれ。スターリングが余裕でボールを拾ってと、私の回線グワングワン。ロベペレのコースキル入ります。なんでワンツーしてあげた、優しいかよ、こいつ。隣、ここだ。素晴らしい。さすがベテランの余裕感じますね。ムバペから、縦パス。で、ベルカムがボール。ワンバラ。で、ペレラから、スルパス。持ってる。ちなみに、ここだ腕が強い、それが、それがレアル・マドリードだ。ああ、そうじゃ、センターフォワードだけじゃなくて、中盤もガンガン手を取る、それがレアル・マドリードということなんだ、分かってかよ。これが中間エビのレアルとの違いですよ。こっちの中盤は守備もできない、点も取る、どうだ、お前らに勝ち目ってあるのかないよな、出たよレバンドクション、俺これだから、俺はハート、ハートなんだよ、サッカーは。寺田ハートゲーすぎんか、これマジでよ、もう惨敗して、あ、やばい、もうお前は惨敗、ウェイ。ルディが弾いて、君が前向いてパス、余裕ありますから、デリフトじゃなくてこっち巻いてから、ワンパーペレーラダブルタッチ、一人でくる、エラスエラス。ロベルト・ペレーラ、状況に応じて一番いいフェイントを自動で選んでくれるんやけど、最新のカメラが勝手にピント合うみたいなと、ありがとうございます。まずここですね、ベルファイン、ボール持ってどうしますか、タッチでかくない、これはさすがにチュアメニ使ってきた、ロベルト・ペレーラしかいないやろ。ここでボール持ちます、クリバリ余裕で抜きます、ダブルタッチします、ほらここは特殊ダブルタッチで敵を牽制して、スペースあったらバーストで、ダブルタッチ、このロベルト・ペレッペレッペレッ、噛みすぎるとあまりにも、隣どうする、スターリング切り返してから、絶対ここバーカ、中目のバカでした。ジョーハートこっち。ハートさんすごいね。心が座ってるわ。いや、ロバートさんまずくね。インパクトパス長くね。あ、トモリコーさん入れるかな、空いてた、よかった、危ないね。うわ、でもちょっとコーナーキック最近危ないからだ。トゥワー、フラグ立てちゃいました。一旦こっち。誰やこれ、ベルワイか。お、ベルワイ逆サイドが来たと、すごいなんか、移動量半端ない今日の奴ら。ベルカンプラ、いけ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 、やれゴリ押せばええわけや、これ。これが俺たちの必殺タクティックス、タレ付けプレス覚えとけ。あ、やっべ、マジレバンドスキ切り返してシュートだろう。よい、クロスか、一体誰が合わせるってんだ、レバンドスキはいない、ハートのみだ、そこに残るのはな。ここは久々にライブアップデート A で帰ってきてもかかわらず、普通を出してるソンフミをてっぺんで使うか。あー、でもレオン使えてからソンフミこっちにしようか、これでいきましょうか。でも冷静に考えたら、レオンなんて俺持っとるわけやから、マジかぶらなくてよかったなって感じ。もうチアメリとロベルト・ペレラ、あとジョーハートを来てくれてよかったなって感じ、マジで。ロバーソン、ここで、この人誰だっけな、スティーブン・ベルフワイ、誰や、立ていきます。うわ、思い出した、君はスティーブン・ベルフワイ、この MP 最強の男じゃないか。あ、ボールが、レオンから、あー、ソン使いてー、ソン使いまーす。はい、ソフトバンク。なーり、レオン、こっち行って、ベルマンからバンバン。来た、ロベペレ。うわー、となり、アップネともり3球で、キミヒからここ。で、ロベルト・ペレラ前向いてダブルタッチ。この精度。おーおおおお、今のなかったことしてください。じゃ、まずね。ダメ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 、ロバーストの壁、チュアメリが弾き、そしてワンパウトでベルファイン、でレオンが吸収してからスルーパス、ベルファイン、こうなったらウィンガーの前にナイツがかりだそう、で攻撃だ、このドリブル、キレやばくね、キレだけ、ただキレただけだった、リストカットすぎる、あまりにも、君引き、スターリングがどうしますか、どうスターリングする感じですか、中来る、なるほど、だがこっからシュートは打てまいて、しかもオフサイドだけルール守れ、バーカ、これヤンキー気取りか、バカ野郎、バルサコーチ、2対1の状況でぶち込まれたホーランドにコーナーキックから点を取られる未来しか見えませんが、その未来を変えたい、この一心でヤバかったことにします、本当にヤバかった、ジョーハ
ートを舐めるなよ。エーリング・ホーランドがスーパーサブで相手国がジョー・ハートを突破することは何者にもできない。これが立ち向かい勇気 AK ジョー・ハート。チアビリディレクター、聞いた、ついに攻撃戦から積極的なチアビリが救われた、報われた。スルーパスここで落としといてシュート、リオン、リオン。でもコーナーキックでやられた部分はコーナーキックで返すからなくね。それがヤンキーでもあるんだろ、ナゾミウェイジャー。おいてさん、コーナー強え。お前1試合で2回もゴールネット揺らされるとか思ってなかった、マジ。お相手さん半端ねえ、マジで圧倒的黒すぎすぎて、もう深すぎるよ、マジで。カバー君ヒーコース入れない、インパクトマスが来るが、しかしそれは全てリュディガーが回収させてもらうと見せかけて、危ないよ。なにストモーリー前パス、これ絶対こっち、ペレーラ、お前最高か、状況よく見とるな。またチュアメリア、こいつめっちゃ上がってくれ、マジで。ただの二塁詰め飛びでしたよこれ。ヒロイどうする、回ります、飛びます、飛べ、うわ借金が。トモリさん、こちらですね。ナイスヘッドですね。上級のヘッド。ロベルト・ペレラ抜け出した。それを私は、すかさずパスを出す。特殊ダブルタッチ、敵を抜き、ファンダイク、なんぼのもんじゃ、ライブアプリ関係ない。このコンセプト、特殊ダブルタッチがシュート、そして決めていくリアー、そうめん、スルーパスを無敵で決定機に顔を出してくれる、最強無敵。久々の動画で入手お気持ちいい、レーザー、まず地球に生まれてよかった。ジョーハートのセーブ力にも目を見張るものがあるし、ペレーラ抜け出してからダブルタッチできるし、シュアルメにもボックスとボックスでは破格の飛び出してくれるし、もうベルフワインは空気やし、もう最高だろ。うわ、またしてもキッズ、まあ、アイコンやんこれ全部無条件にキッズしてごめんな。でも絶対そうやん、だって。いや、相手の姿見てみ、わからん一気にわからなくなっちゃった。こんなコアな組み方するやつは令和チャンネルキッズではない可能性が高い。まあ、今回はライブアップデート A っていう感じの矢印の向きをしてほしい。いいよー、ありがとうございます。これ、ロベルト・ペレラ絶好調になっちゃったら、リレーゼベトベラしてワンタッシュート持ってるネイマールになるけど大丈夫そう。結局、世の中ね、レオン、レオン言うとりますけども、あんなんで細かいドリブルできんから、パスとか下手くそやから、その分、ロベルト・ペレラはそういうこともできちまうで、ああ本当の最強はどっちかこれで分かりましたから、皆さんね、チュアメニ持っとけ、ロベルト・ペレラ持っとけ、それだけで OK 遠足いけます。マジでボール、チュアメニボール回収すごくねえか、絶好調のチュアメニのボールの伸び率はあんまり 1.5 割増し。ここでベルカンブがシャシャシャと言ってからボールを、あい、ハッピースマイル。隣蹴っちまった、ベルカンブ空中で飛べます、このベルカンブ、マジで飛べるタイプのベルカンブは豚です。ありがとうございます。ベル前今回絶好調からさすがに今回で空気を出していきたい。いいパスタ、待って、落としてからスルパス、ロベルト・ベレラスルパスを、ムバッペの邪魔、ネイマールっぽくなったら急にムバッペと相性悪くないの、なんで、どういうことこれ、喧嘩してるもしかして、中折り返してくると予想しました。ほれほれ、結局そんなもんよ。なるほど、しかしファールではない、今のはな、フィジカルコンタクトしなければサッカーと言えないな。マッペあえて急がないためのマッペ、これ相手ビビらせてね、ペレーラがボール持ってダブルッチ、ここ抜くんですよ、てかここもダブルッチ、エラーがしこる、エラーしこる、これ使うわけよ、相手にぶつけてその後前に進む、それこそ本当のエラ思考、間違いねえ、接し合いこそがエロですからね。イケメルマイカー、ロバートソン取れるか、ロバートソンすごいまたがり方や、マジ正常、ちょっと待ってくださいね、隣ここからスルーパス、こうナイス、君ひごいだし、ワンパペレーラ、ワンパじゃないけど、こちょめにスルーパス、よっ、完璧、絶妙、ドスケベ天国、大したオッケー、取れた、ちなみに、よしよしよし、ベルカンプ、ちなみに一回つけてワンパ。うまくねえが、この小身長で、超身長ちゃった。こけ、ちょ、あんま読めない、もう、ダメだ、こけ、ここ。ちょっと一回開けといて、こっち投げさせといて、そこで通る。そこで通、そこでちなみに、隣、おつけ。聞くみた。そうそうそう。で、ペレーラが出して、ムバって、こっち。いいベルカンプだ。そして、これ、チュアメニが上がってくる。ゆえに、レアル・マドリードであった。なんということだ！チュアメニが結構オーバーラップしてくれとるから、これマジ使いたいんよな。ちょっと意識してみてみよう。お、いいチュアメニやけ、ここで止まってから、ワンタッチパスの精度。それもよしと。おと、もうレアオムザッ、ザッキー！どうせ FP のレアオンもこういうミスするやな。ザ、レアオンってほんま嫌い。もうすべてのレアオンが嫌いかもしれん。もしかしたら。さらばすべてのレアオンゲリオンって感じ。まずここ出しといて、ワンパが通ると予想しました。チュアメニ、お前が裁け。いい裁く！え、マジでパスうまくない？これが通るのはすごいわ。で、今日絶好調のあの男にボールを渡した。ベルファイン、縦とか。いい突破力だ。絶好調になったらマジスピッシュンドリブル全部90乗るんちゃうか？これ行こうか。行こうか、また行こうか。こっち。ここうまい、このボディコンよ、すすごいぞ、ついにベルワイが仕上がって熟成完了、3試合の時を経てベルワイが完成するのだ。あそこボディコンのヌメみたいな感じ、よかったぐらい、マジ秋山かよ、ずる、今のヌメリ具合さすがにレア王にも無理じゃない、あいつカクカクしとってからマジで祈祷みたいやからさ、ちょマジジョアート切れとる、ロバーソンここチュアメリがワンパ、ここのワンパがねチュアメリバカうめえよな、でベルワイボール持ってからちょっと減速し、でそこで落としたところをチュアメリがスルーパスでここ飛び出してくる、いいパスで置いてくれますね、でスルーパスが出しといて、おいおいカマミンが、お前はレアルマジで弱い方だ、バカが。逆らったこと後悔してるよ。え、なんか特命始まったの、何この柔道。兄弟ラウンド始まったの、普通に。アップね、アップなくない、アップなくない、アップなかった。ポーランドに戦をできるかどうか。リュディガー戦い。戦ったから勝てたんだぞ、ミサカさ。ミサカって言っちゃった。ボールになっちゃった。どうしよう。ここどうかな、レオン。飛び出せ、素晴らしい、やっぱりレオンだ、このゲームは、素晴らしい、ここロベルト・ベイラー、
イレクト。いや、ホームランからバーカ、マジでこのネット。あ、これ出とく？ソニー。へぇ、バーカがソニーダメんだ。春日やー、コアガーとして現れたソンが仕事せるわけないやろが。ボケなやつ、分かってねえな、分かってねえな。俺が今日全員分からずに来たとソフミは言っております。君ひここで、ペレーラが、ペレさん、あー、ペレがやられた。なら、隣がいるだけです。はい、で、ペレラボール持ってから前持ってって、ダブルタッチ。ここでぶち抜いていく。特殊ダブルタッチの王を決めようぜ、ここでな。マジでな、マジ、まだ戦ってるから、まだ戦ってるから、まだ戦ってる、わかんないよ。あー、勝ち点1ありがとうございます。感謝感謝、感謝、人生楽しんでるか、以上。